ドイツ民主農民党は、かつて、ドイツ民主共和国に存在した政党。第二次世界大戦で、ナチスドイツが敗戦した後に、ドイツが連合軍の軍政下に置かれ4カ国に分割占領された中、ソビエト連邦が占領した地域において1946年10月に、ドイツ共産党とドイツ社会民主党が合同し、マルクス・レーニン主義政党としてのドイツ、 社会主義統一党が結成されて政治的主導権を握っていたが、それでもなお農村部を中心にドイツキリスト教民主同盟が一定の勢力を有していた。これに対抗するため、1948年にソ連占領当局の主導で結成された政党である。つまり、最初から社会主義統一党を補完する目的の衛生政党だった。初代党首、 エルンスト・ゴールデンバウム結成時には社会主義統一党の幹部から移ったものが多く、初代党首エルンスト・ゴールデンバウムも第一次世界大戦後に独立社会民主党からドイツ共産党に参加し、その流れで社会主義統一党に合流した経歴を有する人物である。以後、1949年に社会主義統一党による事実上の共産党一党独裁制となった。 社会主義国として東ドイツが成立したが、社会主義統一党の指導性を確立しつつも、形式的な複数正当性を残す人民民主主義体制が採用されたため、民主の民党は社会主義統一党以外に存在が認められた4つの政党の一つとなったドイツ自由民主党、ドイツ国民民主党、東ドイツの人民議会において502席中52、 議席を自動的に割り当てられており、また、社会主義統一党主導の閣僚評議会には常に閣僚を出していた。1952年から開始された東ドイツの農業の集団農場化においては、社会主義の建設を掲げ、農業分野の政党としての役割を果たした。また再組織化を進めた結果として、党員数は1984年には10万人を、越しており、 衛生政党としては、それなりの勢力を有していた。しかし1989年のベルリンの壁崩壊に、至るまでの間、東ドイツの政権や社会主義統一党の施策に反対することは、ただの一度もなく、完全な翌3政党、あるいは共産党としての社会主義統一党を、労働社会級の政党とするなら、それに付随する、農民部門の政党。 政治組織とでも言うべき存在だった。ギュンター・マロイダ民主農民党党首。右は自由民主党のマンフレート・ゲルラフ派。1989年11月13日、マロイダを議長に選出した人民議会の当日に撮影だが、東欧革命の波が東ドイツにも押し寄せると、民主農民党は民主化の波の中で独自の動きを見せるようになった。 1989年11月9日にベルリンの壁が崩壊し、続いて11月13日には社会主義統一党のホルスト・ジンダーマンが人民議会議長を解任された。その公認にはドイツ自由民主党のマンフレーとゲルラッハが有力視されていたが、民主の民党は議長候補として党首のギュンター・マロイダを押し、大方の予測を破って、 マロイダが新たな人民議会議長に選出された。この時点ですでに東ドイツは民主化の過程に入っており、マロイダは共産主義、社会主義体制からの転換移行期における立法府の長として、同じ11月13日に行政府の長である閣僚評議会議長に選出されたハンスモドローと共に重要な役割を果たした。1990年3月18日に行われた。 人民議会発の自由選挙においては、改めて環境保護を打ち出しエコロジーに重点を置いた農業政党として再出発を図ったが、西ドイツとの速やかな統一を掲げるキリスト教民主同盟が対象する中勢力を伸ばせず、また社会主義統一等の後継政党であった民主社会党を除く他の多くの政党と違って、西ドイツ側の優等からの支援もなく、 エコロジー的な主張も緑の党グループなどとの違いが分かりづらかった面もあり、民主改善の議席から大幅に減らす旧議席の獲得に止まった。その後、東ドイツで行われた地方選挙で一定の地方を築く局面もあったが、ドイツ再統一に向けて世論が高揚する中、結局1990年のうちに保守政党のドイツキリスト教民主同盟に吸収合併された。 しかしマロイダは、この合併に参加せず、1994年のドイツの連邦議会選挙に最悪である民主社会党から立候補し当選した。ありがとうございます。